皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは横山店長です。お願いします。よろしくお願いします。今回紹介する車がこちら、フェラーリ458イタリア、はい、最近ですね、名古屋店の方で458を紹介させていただいて、はい、まさか続くとは思いませんでしたもう今すごい希少な車になっちゃってるじゃないですか。でもう価格もなんか新車以上になっちゃってたりとか、そうですね、もうこの年式のフェラーリと思えない、はい、ちょっと価格高騰と、はい、なんかもうコンディションのいい車の奪い合いみたいな感じになっちゃってますけど、はい、そんな車を今回大胆にカスタマイズしたということで、はい、順番にご紹介させていただきたいと思います。でまず定番のこのプロテクションの部分に関しては今回施工してないんですよ。してないです。このフロントガラスだけということで。そうですね、今回はフロントガラスだけで、フロントガラスやっぱりこう一撃食らうと大きいじゃないですか。そうですね、もう高いですし、まあ、それだったらって最初ちょっと小傷が何個かあったので、それだけ修正してとりあえずもう貼ってしまおう。ただあれなんですよね、ワイパー使うんで、はい、劣化はやっぱりボディより早いんですよね。そうですね、ただまあお客さん雨の日乗らないって言うんで、なるほど、まあ、動かさないじゃあ逆に割り切って使うと、 その万が一の時も安心です。ガードできるんで安心です、はい、なんでフロントガラスが今回施工してあると。ただボディに関しては今回施工してないということで。そうですね。でこれも前回その名古屋店で撮らせていただいた時に飯村店長が言ってたんですけど、はい、やっぱり貼ると安心だけど、貼るとやっぱりトーンがワントーン落ちちゃうんで。そうですね、そこを嫌う人もやっぱり中にはいらっしゃいます、はい、でやっぱり iPhone で言ったらもう裸の状態が一番かっこいいんでその素の状態で乗るということで、はい、だから多少この飛び石フロントバンパーだったりボネットっていうのは、まあ、やっぱり可能性としてはなくはないですけれども、はい、まあ、ちょっとそっちを優先っていうのも、まあ、方法としてはありかなと。ありですね。こんな感じの外装になっております、はい、でコンディションが今回めちゃくちゃいいですね。いいですね、1万キロいってないんで。中見させていただいたら9000キロ後半ぐらいということで、もう奇跡のコンディションの車、はい、そんな車は今回こちらです。足元をカスタマイズさせていただきました。 L30 の R50 カーボン、こちらのホイールが装着されてます、はい、ご覧ください。なんとカーボンリムということで、多分ボンドチャンネルでもそんなに回数ご紹介させていただいてないと思います。そうですね。でこれがもう全部このアウターというか、もう全部リム自体が全部カーボンなんですよね。そうです、カーボンです。でこれがダイマグって入ってないんですね。ステッカーを貼るんですけど今回貼ってないです。あ、そういうことなんですね、はい、でダイマグっていうのはその二輪のなんかカーボンホイールすごく有名な、はい、カーボンホイールのメーカーのこのリムが使われてると。なんか聞いた話によるとハイパーカーにもなんか供給してるらしいです。そうですね。なんでそのぐらいまあ信頼性の高いこのリムに、はい、この AL13 の横山店長ちょっと T シャツ着てますけど、最近ボンドグループでも人気急上昇中のアメリカの単造ホイール AL13 のディスクがハマってると。これすごい豪華なコラボっすね。いや豪華ですよ。もうセンターキャップも削り出しですし。これセンターキャップどうなってるんですか。これこれ3ピースの構造になってて、ベースと上と中と。これベースがこの赤い部分。そうです、赤い部分です。でこの上のこのロゴが入ってるやつが全部抜いてあって、なおかつ中はカーボンになってる。そうです、これで3ピースこれだけでも金額えぐいことになりそうです。そうですね、高いですそしてディスクの方ももうちょっとかなり細い、もうブレーキ丸見えのちょっとスタイリッシュなディスクですけれども、はい、こちらのフィニッシュは何になってるんですか。ブラッシュドブラックスモーク、ちょっと金属感がこう透けてる、はい、ちょっとワントーン落ちた、はい、こんな感じのディスク。このハブ周りの削り込みもすごいっすね。そうですね、綺麗ですよね。で2ピースなんですけれども、ピアスボルトは2個置きですかね。2個置きにこう手前に出る、はい、ピアスボルトじゃないですね。飯村店長に言う風に言うとハードウェアハードウェアですね。でこの見えてるところはちゃんとこのブラックで処理されてるこのハードウェアでなってる。でこれ結構このスポーク細いんで、はい、京都大丈夫なのとかってたまに言われたりも、はい、僕らも動画撮ってたりするんでコメントいただいたりもあるんですけど、先日この作ってる工場 AL13 の工場に行ってきまして、はい、動画にはなってないんですけど、実は AL13 ってインディーのホイールも削ってるんですよ。へえ。なんでそれぐらい、もちろんその日本と規格は違うんで、まあ、日本の規格に当てはまってた時にどうなんですかっていうのはまたいろんな意見あると思うんですけど、はい、一応そのレースにアメリカのインディーでも通用する
まあ、クオリティのものが作れる工場でやってますんで、まあ、この辺安心して使っていただけるんじゃないかな、はい、でレズラの方は横山セッティングということで、はい、そうですね、ちょっとだけなんか転写計測でもうミリ単位で少しだけなんか、ね、これは日常使いだったりとか、そうですね、あの横山さんの優しさで、はい、少しだけ引っ込めたセッティングに、まあ、この辺りはお客さんと相談してちょっと出すか出さないとか、随分車のイメージだったりだとか使い勝手変わってきますから、ね、そうですね、はい、特になんかその駐車場の止めるとこが決まってる方なんかだと、はい、こうもうちょっとなんていうのもあると思いますので、はい、その辺はご相談いただければミリ単位で全部できますもん、ね、できます、はい、こんな感じの声です。あとやっぱり軽さ、この片手で持てる軽さ、やっぱりリムがめちゃくちゃ軽いんで、まあトータルの軽量化にもつながってる、そうですね、でやっぱりバネ下重量の軽量化になってるんで車の動きも結構変わってくるんじゃないかな、そうですね、あまり乗らないお客様ということですけど、そうそうでこれがトータルで結構な金額なんですよね、まあ100万です、はい、あの興味のある方は AL13 のホームページの方にプライスリスト載ってますので、はい、ぜひ見てみてください。そしてタイヤの方が今回ミシュランパイロットスポーツ 4S ですね。これがなんかちょっとポイントなんですよね。もう入らない手になんか今タイヤの入手が非常に困難ということ、もう探すのに大変、海外まで探すんですけど海外ももうなくなってきちゃって、もうどこにあるかわからないから、あったらすぐ買うみたいな、世界中に世界中で欠品なんですか、品薄の状態 です。ボンドネットワークを使ってもちょっと入手が困難ということ でやっぱりホイールも時間かかりますし、それ以上に今タイヤがかかってるということなんで、はい、まあ、ホイール検討されてる時も先にインチだけ決まったら、はい、タイヤを用意しちゃうっていうのはありなのかな、ありですね、で特に AL13 ってラッシュオーダーって言って、はい、追加でお金払うと急いで作ってくれるんですよね、そうです、なのでその辺もあるんで、まあ、その辺組み合わせていただくんであればなおさらタイヤを先に用意していただいた方がいいかなと思います。そして車高も今回いい感じですね。そうですね、今回ノビテックのスポーツスプリング入れさせていただいて作りました、はい、やっぱりこの辺の車種はノビテックのダウンスプリングマストですよね。マストですね。でこのシェルケース、このネジ切ってる部分、ここが今回もう腐って潰れてたんですね。で回らない、どうしようってなってステンレスのやつに入れ替えてます。なるほど、はい、あのこれ横浜店長の話がちょっとマニアックなんであの僕の知ってる限りで、はい、あの解説すると、はい、車庫調 のシェルケースがアルミなんですよね、フェラーリって で、ね、であのリングもアルミなんですよね。そうです。でプリロードかかってる時に回すとこのネジ切れちゃうっていうかなんですよね、はい、ネジ山がダメになっちゃうんですよ。そうです。で外して大体みんな調整するけど、それでもやっぱりアルミなんで腐食が、そうです、そうです。で特にネジ切ってあるからこのコーティングがされてないんですよね。はい、してないで、そのシェルケースがダメになっちゃうんで、まあ、それごと車外のステンレスのものに交換すると、はい、そうです。そうするとまあ耐腐食性も高いし、まあ、調整もやりやすいということ で見た目も光ってるんで、あ、なるほど、ビジュアル的にも、はい、こんな感じの足元になっております。そしてあとは全体的にはもう非常にこの黒とピニンファリーナの美しいデザインの458、もう何も手を加えずともかっこいいエクステリアですけども、はい、そしてリアの方も1インチアップですかね。そうですね、22インチです。この辺はあのもう定番の履き方ですよね。そうですね、フロント21のリア22っていうのがまあ基本っていうか。でリアの22もやっぱりタイヤは品薄な感じですか。ないです。じゃあもうなおさらもうタイヤのご用意は早めにご相談いただいた方がいいかなと。 で、ね、はい、でリアはまあ毎回恒例ですけれども、ちょっとコンケープがきつめなのと、やっぱり幅が広くなるんで、はい、迫力のリアビューになっております。じゃあ続いて内装もプチカスタマイズがされているということで、はい、横山店長からご紹介お願いします。もともとカーボンのパネルがいろいろついてたんですけど、スカッフプレートだけシルバーのスカッフプレートだったので、これだけ注文して。これ純正品なんですか。純正品です。純正品なんか一部もカーボンパーツ出ないのもあるみたいで。そうですね、フロントフェンダーのエンブレムカーボンっていうのがあったんですけど、それも入れようとしたんですけど、それはもう廃盤になってしまった。なるほど、はい、でスカッフプレートはまあ純正があるということで。そうですね、純正で追加させていただいたと、はい、で内装はやっぱり外装と違ってカーボンパーツふんだんに使われて豪華ですね。はい、そうですね。なんでこの辺も全部純正で合わせてありますんで、まあ、相性も抜群かなと、はい、あとエクステリアのカーボンパーツに関してはカプリストから純正形状のものが出てるんで、その辺うまく使っていただけると、まあ、458でもカーボンパーツの追加ができるかなと思いますので、ぜひお問い合わせください。
じゃあ最後に、はい、こちら EBM、はい、そうです、エキゾーストバルブモジュールでしたっけ。そうです。こちらも取り付けたんでご紹介させていただきたいと思います。これあの純正のバルブがこのリモコンで任意に開け閉めできるキットですよね。そうです。なんでまあ開けたい時にも強制的に開けられるし、はい、なんでちょっとこれの動きも見てみたいと思います、はい、お願いします。これノーマルです。はい、はい、で今純正の機能でバルブが閉まった状態ですよね。閉まった状態です。でこれを今リモコンを押すと、どうこんな感じでバルブが開くと、はい、でもう一回押すと閉じます。閉めることができる、はい、なので TPO に合わせてバルブの開け閉めがリモコンでできるようになってます、はい、じゃあ最後になりますけれども、まさかこの貴重な458でこんな大胆な光学ホイールを入れる車を今回見れるとは思いませんでした。そうですね。結構もう458ってもう値段が上がってきちゃってるんで、まあ、保存に向かっていってたりだとか、もうすごく大切にされてる方が増えてるじゃないですか。そんな中でやっぱり足元変えるっていうのはやっぱりオンリーワンの車が作れますし、はい、あと純正ホイールを取っとくっていう意味合いからは今回ちょっとタイホイールが高すぎてあのちょっとかけ離れちゃいますけども、はい、やっぱりオンリーワンいけるっていうのはかなりいいんじゃないかな。で、まあ、特にこのカーボンホイール軽量で運動性能も高くなりますから、ね、そうですね、その辺の両立できるんで、はい、まあ、他の車でもいろいろ作れますよね。作れます、はい、大丈夫です。各店店長と先月アメリカ行かせていただいたんですけど、 HRE でもカーボンホイールが出てきたと思いますんで、はい、その辺なんかもお問い合わせいただければ。そうですね、大丈夫です。横山店長の方でいろいろご提案できると思いますぜひお問い合わせください、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。